皆さんこんにちは。こんにちは。湘南 AGA クリニック大阪院看護師と院長の斉藤です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それでは早速今日のテーマに移ります。じゃん。今日は植毛の重要工程、当院の株分け体のこだわりについてです。はい、ではお願いします。ありがとうございます。うちでねやってるあの植毛術、いろいろこだわりがあるんですね。でそれをあの一個一個ね説明をしているあのシリーズなんですけど、今日はですね、あの株分け体っていうのがあるんですね。植毛っていうのはあの後頭部のね毛を、くり抜いて取ってくる FUE っていう作業をして、で綺麗に取ってきた毛根をこの株分け体の人が顕微鏡で観察をして、で折れ曲がってないとかね、傷が入ってないかっていうのをチェックするんですよね。あと一つの毛穴からこう1本で取ってるやつとか2本で取ってるやつ、あと3本以上であるやつをより分ける作業をしますね。それをあの、実際にこう穴を開ける、それスリットメイキングですね。穴を開けて、でそこに移植するんですね。で最初こう1本の毛が生えて、次の、 あの奥に入ってくる2本も3本もっていうのでこうグラデーションを作っているというものです。だからあのこの株分け体の作業ってあのいろいろにこだわってあのやらないといけないんですね。で実際ですね、あのここで毛根の、 あの、図がありますけれども、これくり抜いて取ってくるのはですね、こう皮膚を含めてこの毛根の単位をですね、スポーッとこうくり抜いて取ってくるんですね。でそこであのいわゆるこの3個組織があの揃ってるかどうかですね。毛球部分ですね、ここ毛母細胞があるんで、これちゃんとないといけませんね。であと皮膚につながるこのね、あのガイドの部分ですね、この鞘の部分って言うんですけど、こういうのもちゃんと揃ってる、傷がいってないんですね。あと皮脂腺がちゃんとついてて、でその下にあるこうバルジ領域っていう領域があるんですけど、ここにあの毛根、次のね、あの毛根の細胞を作るあの幹細胞っていうのがあるんで、ここは必ずひっついてるんです。で、ここに皮膚がこうくっついてるんですけど、皮膚をつけて、ね、ウェルグラフトにするのか、あるいはここ皮膚だけはいらないんでこうそぎ落としてあのグラフトにするのかっていうのも、あのその使う毛根のですね、あの状態によってこう変えるんですね。ね、あの非常にあの細かい作業で顕微鏡を使ってやらないといけないんですけど、ここでですね、あの手を抜いてしまうと、ダメなね、毛根を植えてもやっぱり定着をしないわけですよね。だから、あの非常に細かい作業で、あの一個一個を丁寧に、まあ、品質チェックといいますか、そういうのをあのやるわけです。で、またね、あのやってる動画とかですね、見てもらうとあの分かると思うんですけど、非常に一生懸命ね、あのこだわってやってるところですかね。はい、ありがとうございます。お客様に満足していただけるように、あのこだわってますので、またあの植毛気になってた方、あの薄毛治療気になっている方、ぜひあのご相談にいらしてください。はい、ではまたね、次の機会よろしくお願いいたします。さようなら。さようなら。